はい、こんにちは。2018年11月26日お昼のニュースでございます。こちらすごいですよ。 iPhone XR なんと25,920 円になりました。ドコモ端末ということで、条件が新規契約もしくは MNP をしてくださいと。そうするとなんと XR 25,920 円で買えます。25,920 円引きじゃないです。25,920 円で買えます。1,080 円24回払い可能ということで、しかもこれ、ね、月々サポートみたいな通信料から、価格を引いていく形ではなく、あくまで端末を値下げする仕組みだそうです。まあ、今総務省ならいろいろごたごたしてて、端末と通信料はしっかり分けましょうと。今までごったにしてきたじゃないですか。2年縛り3年縛りとか、まあ3年はね、まあ2年縛りっていう言葉がある通り、2年間使ってくれたらこの額で売ってあげますと。それは要するにガラケーの時代に0円携帯っていうビジネスモデルがあったんですよ。あのモデルができたのは実は日本だけなのね。日本のみなんですよ。あれは0円で配った後に、まあ2年であれば2年使ってくれれば、その間に課金してそれで端末以上のものがもう確実に手に入るっていうビジネスモデルが確定されてたから、その課金額を信じて、0円でばらまいてたっていうビジネスモデルがあったわけですけど、そういうビジネスモデルは一旦ちょっとね、あれしましょうっていう話が今流れているので、今回その月々サポートではなく単純に代金、端末代金を下げるっていうのはものすごいことだなと思います。ただもちろんこれドコモの条件付きっていう形ですけどね。で、ちょっと前に 2,3 日前ですか、噂でまあこうなるっていう話はあったんですよ。でそれに先駆けてアップルが補助金を出すんじゃねえかという話があったのね。でそれは今回ドコモもアップルも何も言っていないので、どういう形で今回これが実現しているのかって全くわからないんですけれども、まあそういう噂があったので本当かもしれないしわからないんですけれども、一つだけここで確定したことがあるとすると、今まで iPhone XR 売れてないとか iPhone XR の製造が一回止まったと、ラインが止まった、そういう話はいっぱいあったじゃないですか。それが確実に当たりだっていうことですよ。噂話やどうこうじゃなく、アップルがデータ出さない以上わからないんですけれども、この価格で iPhone XR を配らざるを得ないほど在庫を抱えている、もしくは売れてくれないっていう状況がもう生まれてるから、こういう風になってるわけじゃないですか。なので iPhone XR が全く売れていないというのは確実に事実として、ここで確定したという形ですね。これが XR だけっていうのが一つポイントですね。一応ニュースというか話では、工場の話では、 XS、XSMAX も増産を一旦緩やかにしたか止めたかっていう話になってるんだけれども、少なくとも XR に関してはもう確実に全く売れていないという形になっちゃいましたね。で今まで iPhone ってこういうことなかったわけですよ。圧倒的強さで iPhone は、ね、値下げを、まあ値下げがあったとしても次の年とかね、ましてや9月に発表して11月終わりでしょ、もう2ヶ月じゃないですか。ものすごく早いわけで、さらに11月終わりってことは今年のホリデーシーズンの前にやってるわけよ。クリスマスシーズンの前にやっちゃってるわけ。これはものすごい売れてないっていうことですよ。ホリデーシーズン、クリスマスシーズンに売れたいとかあるじゃないですか。だからその前にやっちゃうっていうのはもうよほどだから残ってるってこと、 XR が。でまあ iPhone がなぜこんなに日本で普及したかっていう一つの理由は、やっぱり最初にバンクオンリー、ソフトバンク独占販売だった時に、ものすごい価格帯で配ったじゃないですか。ほぼ0円で iPhone ばらまいたわけですよ。だからあれは日本でこんなに iPhone 普及したのってソフトバンクと孫正義さんのおかげだと私は言って過言ではない。言っても全然そうだと思ってるんですよ。そうだと思ってます。あれは時代あれがなければならなかったと思ってるんで。ただ確かに当時 iPhone と Android であれば圧倒的に iPhone の方が良かったのは事実ね。 Android もっさりしてたし、OS が良くなかったんですよね。なのでいい端末がばらまかえられる安い価格で、それはみんなそれになっちゃいますよ。だけど今現在を考えると、じゃあサムスンやファーウェイこれどうなのって言われるとめちゃくちゃいいわけですよ。そうなると iPhone がいいよっていうのが1個ね、
アドバンテージとして、まあいいはいいんだけども他のもいいよっていうことね。別に iPhone しか選択肢がないわけじゃもうなくなったということですよ。うん、さらに私 10XMAX がもし増産を減らすとしたら、単純にそれは価格帯が高いっていうのもそうなんだけど、もう一つ端末がやっぱりあまりよろしくないっていうのが、ま、間違いなく入ってると思うんですよ。たとえ15万の端末でもめちゃめちゃ良ければ何もないですよ、何もないですよ。ちなみに今撮ってるのは 10S です、 10S ですなんだけど、まあその、価格と端末の出来の良さ、この大事な2ポイントが下がってきちゃうと、まあこういうものすごいピンチの状態に陥りますよね。やっぱり盲目的に iPhone を買っている、Apple を買っているっていう状態じゃない、なくなっちゃうじゃないですか。だって明らかに、ね、ちょっと店で触ったり、他の人が使ってるさ、ファーウェイやサムスン、めちゃめちゃいいわけじゃないですか。で、iPhone もまあいいんだけれどもってなるわけよ。いいんだけれどもってなるわけ。そこがポイントだよね。そこがポイントなんですよね。これは、まあ25,920円だったら激安だからこれはちょっと安すぎたかなっていう感じなんだけど、これだったらさすがにね配りますよね。これ配ってるようなもんだもんね。いやびっくりだわ。まあもちろんSIM フリー、そちらがこの価格になるわけではないので難しい。高級路線をやめるのかもしくは続けるのかっていうのは来年わかるんだけれども、私はいい端末であれば全然高級でいいんですよ。別にそれこそ20万いったらうわやだって言いつつも、本当にいい端末だったらもう本当満足して使うわけですよ。現状高級路線なのにもかかわらずちょっと端末の出来があれかなと。ちょっと前回話しましたけど、iPhone 10S で今撮ってるの 10S ですけど、ここに関して言うと全然買ってないですよほとんど。で iPad、 この新型 iPad は Type-C になってる。だったら 10S も Type-C にできたはずじゃないですか。それを出し渋ってるんですよね Apple。 来年のネタのために出し渋ってて、そういうのやめてほしいなって思うわけ。本当に値段高くなっても高級路線でも全然いいですから、もう今最強の端末を出してほしい。アップルはもう他の追従を許さない。うわアップルって高いんだけどやっぱいいねっていうのを私は求めてるわけ。うわやっぱ高いけどね本当にいい端末だなっていうのがいいんだけど、今うわ高いからやっぱ外見が綺麗だねって終わっちゃダメなんだよ。外見とかいらないわけ。もうさ、だから 10R もカラーリングがいっぱいあるとかってさ、確かにいいかもしんないけど、中身が伴ってなければ外見だけさごちょごちょしたってしょうがないわけ。もうで中身をしっかりしてくれっていうところですよ。いやー本当にこれで売れなばもうアップルはやばいよ。またあれになるよ思い出してください。マッキントッシュ後期ね、 iMac が出るまでね、iPod が出るまでのあの時期思い出してください。本当になるよああいう風に。今もうこんな奇跡のねアップルの状態になってるのに、ここまで売れなくて値下げを迫られて値下げせざるを得ない状況になった iPhone 端末って初じゃないですか。初ですよ。だからこれ現行機種だからね。前年度の機種がどうこうじゃない、現行機種出たばっか2ヶ月だよ。もうアンバサダー、今 iPhone XR 持ってる方たちはアンバサダーだからね。アンバサダーだから、もしかしたらアップルからね、マリオランとか送られてくるかもしれないんで、そこは楽しみに待っていただければいいかなと思うんですけど、今 10R ね、アンバサダーですよ。まあ私これ 10S、10S MAX もね、ワンチャンなるんじゃないかなっていう気はするんだけれども、どうかな、とりあえず 10R さばきたいんだろうな。で、これ数日前のニュースね、動画にちょっとしてる間に、この衝撃ニュースが入っちゃったんで、動画分けずにここで喋ると、
まあだから10S Max もちょっと元気があれなんですよね。不振であると。でさらにそれによって一旦製造終了した iPhone X をまた作ってんじゃないかっていう噂が流れてるの。 10S Max が一旦ちょっと数減らして10を作り出した。これは10で10はもう終わりだったはず。もうこんな作ったって現行ラインナップじゃないんだから、これ作ってもしょうがないわけで。さらにこれさ、10ってさ、もともとミレニアムじゃない、リミテッドでもないな、iPhone 10周年アニバーサリーみたいな形で出したものだから、もうこれはこれでいいんだけど、じゃあこれなんでやってんのっていうと、多分価格なんだよね。価格を抑えたい。多分私これでもね、 10S そのまま作っても価格そんな変わんないと思うんだよね。10作ろうが 10S 作ろうが、もはや LINE が出来上がってる以上、そこまでコストって、製造コストって言うほどね、まあもちろん安いのは安いと思うけど、だったら最初から 10S と 10S Max を値引きしちゃった方が早いと思うんだけど、それをやると Apple のブランド力が下がっちゃうんじゃないかなっていうので、10をあえて出すのかなっていう気がするんですよ。ストレートに行けば 10S と 10S Max を 10R と同じように値下げしちゃえばいいんですよ。それでいいと思うんだよ。だけどそうするとね、 iPhone って売れてないんだっていうイメージとか、なんて言うんだろうね、高級路線で突き走ってる以上値下げしたくない、 iPhone は高くていい端末っていうイメージをせっかく作ってきたものが壊れる、だから値下げしたくないみたいな、そこがあるのかなと思いますが、やり方としては10をそのまんま 10S と 10S Max を値下げしちゃった方が早いんじゃないかな。だからもう全機種値下げでいいんじゃないかな、売れてないんだったらね。まあ売れてないからその対策をできるっていうのは、企業が強いっていう証でもありますからね。これ企業力が弱いと体力がなければこんなね値下げだからできないんですから、これができる。さらにね、それをやることによってどうこう言われるかもしれないけれども、それもやってしまうっていう企業体力と同時に企業の意志力、アップルのそのいつものね、黙ってろっていうねこの意志力が強いっていうイメージは私の中でありますけどね。だから端末がいいか悪いかっていうところが本当に今重要だと私はアップル端末に関しては思ってるんですよ。iPhone もそう、 iPad もそう、 Mac もそう、全てそうなんですけれども、Apple 端末っていいのかどうかっていうところをもっと踏み込んでいってほしい。もう値段はいいよ上がっても、だけど他の追従を許さないほど出来のいい最高の体験ができるテクノロジーを提供してほしいなと思うんだよね。思うんだけどそこができないからね。まあ、個人的意見で言うと SE2 出してくれって、まあ要は私重くてでかい、まあでかいよりも重いっていうのが非常に辛いんですね今。10と 10S は重くて、いまだにゲームをやるときは、7でやっているという、ものすごい矛盾ね、ものすごい矛盾。いやね、177g 10S ね、こっちは 174g、 これ10重すぎる。140g ね、Android ピクセルとか、ファーウェイとか140あたりでしょ。サムさんちょっと重いんだよな。重たい重たい。で iPad ってもともとね、これ初代が出た時でかい iPhone でしょって言われたじゃん。それで何すんの、でかい iPhone でしょって言われたわけで、その時これ iPad 初代が出た時ってデジタルフォトフレームっていうのが流行ってたんですよもはや死語とかして売ってないかもしれない、もう誰も最近の子知らないと思いますけど、デジタルフォトフレームっていうのがあったね。要はデジタル、これをここら辺に飾っとくわけで、写真が切り替わったりして、出てくる写真表示機が売れてた時期だったんですよ。だからデジタルフォトフレームに iPad が使えるっていうわけわかんないこととか言われたりしたんだけど、当時からでかい iPhone でしょって言われてたわけ。私も iPad 大好きって言ってるけど、 iPad ってでかい iPhone でしょって言ったらそうですよって言うんですよ。じゃあこっちがどんどんでかくなっちゃったらさ、どうすんの、こっちやめるんか
や、それこそさ、ちょっと話ずれますけど、サムスンのもうパカパカ出たらやばいで、あれあれが現実になったら2つ折り端末だって、これが2個になるわけだからあれはね、どうなんだろうね、価格帯もあれは20万いくんじゃねえかって言われてるけど、20万いっても多分私はあれ売れんじゃねえかなと思ってから、サムスンの2つ折り。まあちょっと実際ね、まだまだ未知数な部分がありますけど、それがあのテクノロジーの強さだよ。20万いっても多分文句なく売れるのがサムスンの2つ折りなんだよ。面白いもんだって、すごいもん。それが価格が高くても、ファンを黙らせるテクノロジーの力ってことよ。今までなかった素晴らしいものがそこにある。20万別にいいよ。これが、何度も言いますが、テクノロジーの最先端を触らせてもらえる凄さっていうことね。じゃあ iPhone 今15万払ってどうなのって言うと、いや1年前のこれと全く変わらないんだけどってなるわけ。これはすごかったですよ。これはね、やっぱりね、まあこれと同時に8が出たんで、私は8所有してませんけど、7の次は10と8だったわね。だから8は所有しない。だけど7から10に行った時の凄さ、このベゼルレスだったり、まあフェイス ID がすごいかどうかは置いといて、それは面白いし、いろんな面白さがあって、やっぱこの10っていうのは楽しかった、間違いない。だけど10Sに関してはもうほぼ一緒。まあこれはアップルのやり方として、メジャーアップデート、マイナーアップデート、メジャーアップデート、マイナーアップデートで S がつくわけじゃん。4、4S、5、5S、6、6S でつく、そのパターンなんだけど、今回が一番歴史、iPhone 史上変わらなかったと私は思ってる。10から 10S が一番 iPhone 史上変化がなかったかなと思いますね。っていうぐらいびっくりしちゃうぐらいね、変化がない。まあカメラね、このインカメ画角狭いけど綺麗に映る、まあこれは画像の処理のチップの問題って感じだけどね、まあそれは細かくは置いておきますけど、まあ何度も言ってますけど、 10R が厳しい理由は簡単ですよ。iPhone の廉価版、安い端末として出したにもかかわらず端末価格が10万近くする。廉価版が10万円は高いじゃないですか。だって10万円出せば Android のさ、フラッグシップ買えちゃうわけだから、だからそこが問題だったのかなって。もだって R で10万だったら8をね、5万とかまで頑張った方が良かったんじゃないかなと思うわけ。5万はもう無理かもしんない。じゃそんなことで、ここ今回25,920円だからね、これやばいよ。どうなっちゃうんだよアップル。まだ2ヶ月しか経ってないんだよ。これ10R 買った人は本当にさ、アンバサダーにしてあげて、なんかアップルシール送ってあげて、特別なやつアンバサダーアップルシール送ってあげて。これかわいそうでしょ。まあでも2ヶ月先に遊べたっていうのはね、最高ですけどね。その2ヶ月に10R 買った人は6万7万は出したわけですよ。いやー、だって98,496円が25,120円、やばやば、75,000円引きとかさ、たった2ヶ月でやばすぎるよこれ。まあこれから買うユーザーにとってはね、何もいいことずくめですよね。MNP しちゃえばいいわけ。さすがに新規契約は厳しい。電話番号買っちゃうからね、厳しいかもしれないけど、au や、なんて、まあ、これから au とかいろんなところもダン出してくるのは間違いないと思うんだけど、まあ、これを取ってる段階では今のところドコモなのね。で、MNP させたいと。まあ本当に昔の iPhone4 のソフトバンクみたく、端末を1年に何台売んなきゃいけないみたいな Apple のノルマがあるのかどうかは分かりませんけれども、あったとしたらもうこれ最悪のパターンですよね。これキャリアもう本当にキャリアとしてもう iPhone 扱いたくないよみたいな感じになっちゃうね。キャリア今後は iPhone を押すよりさ、Android を押し出すのかなってなるよね。そうすると、まあ今まで
みんなが iPhone 使ってたから自分も iPhone 使うんだっていう人がドッと流れる可能性あるよ。みんながサムスン使ったりみんながファーウェイ使ってさ、これっていいんだっつったらドバーッとドバーッとで民族大移動が起きる可能性もあるし、いや今本当逆に言うとサムスンやファーウェイは攻め時だよね。今やらないでいつやるのっていう、まああくまで日本の市場ですけどね、これね、日本の市場の話ですけど、いやまあずっと言われてるのがね、でかい重いカメラ出っ張りが嫌だ、あとイヤホンジャックがないのが嫌だとかってあるじゃないですか。ただまあそのカメラ出っ張りとかっていうのはアンドロイドもそうだから難しいんだけど、逆に言うとそれってチャンスではあるんだよね。みんながそう言ってるんだったら他もそうだから妥協するんじゃなくて、うちはじゃあそれ解決するよっていうところが出てきたらすごくユーザーは買ってくれるんじゃないかなって思うんだよ。その声がいっぱいあるんだけどどこも実現できてないと。でだからそれ性能が上がっちゃったから実現できてないっていう話だからさ、ちょっと性能を落としてでもそこ実現してあげましたっていう端末出たら売れんじゃないの。だってみんな欲しいっつってんだから、少なくとも4.5インチぐらいに端末をしてイヤホンジャックつけて、レンズの出っ張りなくしてノッチやめて、それでなるべく全画面にして、で有機EL 金かかるから液晶にして、まあチップもいいものにそこそこのチップ乗せるスナップドラゴン、それで8万これ売れるだろう。8万6万いやそうするとだんだんきつくなるから、まあ価格帯もしそれで15万でも欲しいってやつは買うからね、買うから、それ20でも欲しいってやつは買うから、だってそういう端末が欲しいんだから、そこがオンリーワンだったら買うじゃないですか。その今まではそのオンリーワンがアップルだったんだよ。アップルでしかダメなこといっぱいあったんだよ。以上 iPhone XR 25,000 25,920円。これだってプレステより安いじゃんそうそう、ちょっとよく考えろ、これプレステ4より安いぞあれ嘘でしょ、嘘でしょ。 MNP な、私これ MNP して手に入れることできますからねめんどくさい、もう私そういうのもめんどくさいから SIM フリーしかもう買わない。一回ね気にしだすとあれもこうでこれもこうでってだんだんめんどくさくなるから、もう私はSIMフリーって決めたんでまあでもそこでしかないんだったら別だけどね、そのドコモでしかこの端末ありませんってなるとちょっとどうしようかなってなるけど、まあ別にアップルでSIMフリーが買えるんだったらそっちいいんで。というわけで iPhone XR、大幅値下げによって本当に iPhone XR ここまで値下げせざるを得ないほど切羽詰まって売れていない状況というのが今回浮き彫りになったということが、大きな事実の一つなんじゃないかなと私は思いました。グダグダといろいろなこと喋りましたがそれが結論でございます。でも iPhone XR 自体はものすごく私はいい端末であるとは思います。こんな2万5000円で買っちゃダメだと思う。別に iPhone XR が悪いわけじゃないからね、私は iPhone XR も XS も XS Max もそこそこいい端末だと思いますよ。価格が高いから文句が出るんであって、現状の全機種置いた時に見劣りするかっていうと一応そのトップクラスの端末ではあると思うんですよ全機種なので。価格がただ優しくなかったってだけで、これ価格2万5000円だったらもう超お買い得でしょ。 XR 別にいい機種だとは思いますから、素晴らしい、こんな価格買いましょう、買ったらいいんじゃないですか、MNP で。だからそうだよ、最近端末が高くて iPhone 買えないっていう人結構ちらほらネットなんかで見てたので、そういう人が飛びつきますよね。
iPhone6 からもう高くて買えできなかったっていう人が、あのこれを機に、お、なんだよっつってドバドバドバっと行くお、これめっちゃ安いやん、それって素敵やんつってめっちゃ買うっていうのがもういけるよね。今を逃したら次あるか分かんないからね、これ。だから本当に6の時に、あ、6じゃん、あの6とか今まだね、6S とか使ってて買い替えのちょっと最近の端末高いわと、あくまで、キャリアのサポートを受けて買ってたから、一括で買ってる人間にとっては別にそこまで毎年10万のコースだったからね、最近ね、あれなんだけど、キャリアのサポートを受けてた人にとってはちょっと高いっていうものになってきてるから、今これは買い時ですよ。でそういう声をたくさん聞いているので、ここにドバッと流れて一気に剥げると思います。これは iPhone XR さすがに爆発的に売れんじゃないですか。これで売れなきゃもうダメ、もう無理だって、価格が壊れた時点で売れなかったらもうアップルの端末が良くないっていう事実しか残んないからね。アップルの端末にもうもはや興味がないと、アップルの端末がもう良くない、他に比べて全く良くない、価格の問題じゃねえってことになっちゃうから、これで売れると思います。さすがに売れると思いますよ。25,000だったら、25,920円だったら。というわけで iPhone XR、大幅値下げドコモのお話でした。またお会いしましょう。聞いていただいてありがとうございました。バイバイ。